海道とつながるカフェ。皆さんこんにちは。本日は北海道とつながるカフェにご参加いただきまして誠にありがとうございます。今日は北海道のことをねもっとたくさん知っていただきたい、北海道のことを好きになってもらって、まあ、終わる頃にはね本当にこう皆さんが北海道とつながったなと思っていただければなと思います。なんかワイナリーって聞くとさ、ワイナリーに勤めようとか本当にこうお酒の方にこうフォーカスしがちですけど、もう農業育てるところから一緒にやっていこうっていう、本当にホームページを見ていただくと募集要項がゆるく書いてるんですけど日焼けしますとか筋肉痛になりますとかっていうところからスタートで書いておりますので、もうやっぱり体をたくさん使う仕事、そのねお酒の調合をするブレンドを作る方とかも仕事としてあるんですけど、実際は農業から全部やって一緒にやっていく仲間を探しているという状態でございます。今さんも地元旭川周辺のおすすめの食材教えていただけますか。はい、おすすめの食材はですね、北海道旭川は第二の都市で繁華街とかもよくあるんですけれども、こう大雪山がありますのですごい綺麗なお水が あるっていうところがポイントになると思います。なので、はい、美味しいお野菜もできますし、お米もできると思うんですけれども、なんか大きいですね。そうです、すごく大きいですよ ね、 ねえ、こんなのがもうゴロゴロ鳴ってるんです。長沼のここがいいよっていうところありましたらぜひ教えていただきたいなと思うんですけど、はい、長沼のいいところはそのすごい思うんですけど、すごいちょうどいいんですよね。その僕にとっては田舎具合もちょうどいいし、都市部の札幌との距離感もすごいちょうどいいんですよね、うん、40分もあればその大通りら辺まで行けるので、まあ、何かあればすぐ買い物にも行けると。で空港も近いし、まあ、東京まで行こうと思ってもすぐ行ける。しおりさんはもともと東京でウェディングプランナーされていたんですね。はい、そうです。これどうして北海道に移住されたんですか。もともと結婚した時からゆくゆくは、もっと自然に近いところで暮らしたいねっていうふうに考えていて、まあ、ただなかなかきっかけがなかったっていうのがまあ実際で、うん、まあ、昨年まあコロナの影響もあって東京に住む理由っていうのを改めて2人で考えた時にもう移住を決断しました。昔は DJ になる前に旅行会社にいて添乗員はしていたんですけれども、まだまだ北海道本当に広いので知らない土地もたくさんあるんですね。まあ、そんな魅力をね、これから皆さんと共にまたどこかでこうつながっていけたらなと、思っております。